はい、どうもこんにちは、YouTube です。ということで、今回の動画は、建築できないリロードにソロモードがね、ついに登場ということですね。ソロモードやっていきたいと思います。で、マップがですね、新しいマップで、以前のね、チャプター1のマップの引き続きであるんですけども、新しくね、砂漠地帯がメインとなっております。ということで、ちょっとね、初動よくわかんないと降りちゃったので、このままね、これどこだっけ？ホッシルフィールドだって、今度あったっけ？ちょ、ここでね、敵が今降りてたと思うんで、あ、いるね、敵。ちょっとあれを倒して、物資漁っていくか、これは。こんにちは。オッケー。これで、倒していくと。で、リロードね、ソロのリロードは、これ、一人ね、2回まで大丈夫なんですよね。やられても。で、2回やられた後にもう1回やられちゃうと、ダメで、あと、通常のリロード変わらずね、制限時間が来たら、もう、復活できない人になってるので、そう。まあ、そんな、なんかリロードと、普通のリロードと変わんないかな。よし。ということで、じゃあちょっとね、敵を探しに行こっかな、これは。あ、敵いた。この距離も、ヘビアサで、これで、オッケー、いいね。ヘビアサ結構ね、タップ打ちが強い気がするんだよな。飛んできないとか。いけるかな、これ。こっちにも、フライダウンかなんか聞こえてきやすいんやけどな。あ、飛んでるな。当たるかな、これ。フロートで当たるな。あ、むずいな、これやっぱ。あそこ行ったか。ギリ当たんないな、これ。え？オッケー、当たったー。で、ここでまだこっちができるっぽいんで、倒すか、これ。クエンプル待て。待てよ、これで。オッケー、クラモチ倒していく。さあ、敵が飛んでるけど、当たるかな、これ。シード割った。むずいな、これ。この距離難しすぎる。誰か。あれこれで飛んで、あの、OK？ 素晴らしい。ちょ、ここで当ててくと、いいね、いい流れですね、これは。お、近場に金武士も湧いてる。あ、また湧いてきた敵。下か、下にいるっぽいな、これ。さあ、上から狙おうかな、これは。どこかな、これか。こんにちは。OK。で、からの、あ、取られた金武士。いいねー。いいショットガンですねー。ショックウェブいただきますよ。向こうが受精するっぽいんで、クラッパ使って、これで、いけー。これか。これで、倒された。いけー、いいねー。で、向こうが受精するな。もうこの繰り返しやな。とりあえずクラッパ使って、ショックウェブ使って、もう移動しまくるみたいな。もうこれだな。ん？あ、あれか。いた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 。見つけたぜ。これで、当たれ。オッケー、いいねー。あ、ダーマちゃんいるじゃないか、これ。あ、ショックウェブ出てくるんじゃないこれ。出てくるかな、ショックウェブ。さあ、ダーマちゃんか、何が出てくるかな、今シーズンのラーマちゃんは。なんだ、ショックウェブ来た、クラッパ来た、でかい。だいぶありがたいね、これは。ショックウェブ持っとくか。飛んでってんな、これ。誰かな、これ。見えないな、これ。あー、白、当てたけど。あと一発あれ。いいか、これ。あれだな。いいねー。で、あとは、あっちができるっぽいの、これ。また湧いてるな。もうね、ソロはマジでね、めっちゃ湧くからな。さすがこれ体育の練習みたいになっちゃってる、これ。これ飛んで、これで、初回は飛んで、あ、落ちちゃった。降りてしまった。からの、倒した。あ、誰か。もうタップ打ちで、あ、狙っていくと。向こうがいるっぽいんで、もうショットガンで。え？オッケー！いいショットガンでしたね、これは。敵どこだ？どこから？あ、いた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 。あれだ。見つけたな。これか。え？いいね、素晴らしいムー。じゃ、クラパ使って、あ、向こうが受精する。これか。おい。これで。オッケー、いいね。もうなんかひたすらこのクラパとショックウェブ使って、なんかま、あとアサルトの点打ちだね。こういったところで。オッケー、アサルトの点打ちして、みたいな。呼ばれてきてるな、これ。あれか。ここで？オッケー。無事？これで。あとこれね、ハンマーアサルトもね、腰打ち当たるからな。こういう時強いんだよな、マジで。さあ、残りの敵どこだ？
とグラパ使って飛んだな。先目使ってるな。まあ、もう一回グラパ使ってこっち移動するか。あ、銃声してる。遠いな、銃声の位置が。対空されてる、これどっちなんだろう。もう一回グラパ使おうか。グラパ使って、あ、向こう側にいるな、これ。で、こっからこれ使ってこれで倒してからのタルトで行って、これでオッケー。このハンマーアサルトのこの打ち方が強いんだよな、これ。このパターンがマジ強すぎる、これ。こっち側銃声しなかったっけ、今。いっぱいいるのかな、これ。待てよ。グラパ使って。どこだ？これ、倒したよ、これは。あと少し、これ。いやいや、倒してく。え、なんか、どっか銃声するな、まだ。どこだ？あ、これか。いいな、あと一発だな、これ。めっちゃ狙うな、これ。これ倒して、こっち側もこれで、オッケー、倒して、あと向こう側か、これ。いるな。え？強っ、これ。これ、もうこれ、補修じゃ強すぎる、これ、マジで。チャク使って、回復して、え？どっか行ったな。あ、ショットはするけど、ちょっとどっか行っちゃったっぽいな、これ。飛ぶか、これ。飛んで、これ、補修地で、行って、腰打ちで、いやー、角つく。ラグい、これ。なんか、このシーズン、なんか、角つくんだよ、これ、フォートナイトめっちゃ。倒して、オッケー。もう、ただ、クラパとショック使えば、ひたすらダブルキーで敵倒すことができるっていうね、これ。あと、KMC でアイテム回収して、みたいな。で、あとは、修正するから、これクラパ使って、行って、スライディングして、ここで、ジャスト打って、こことこっちか。ここで、打って、これも倒して、完璧。いいね。もうこの流れが強すぎる。で、極めし拾って、まあ、特になしか、今回は。さあ、今、どっかでリスポーンした敵が、あ、近いな。あれか。白？あと一発やな、これ。あと一発ありきる。取られたくない、キルは。オッケー、いいね。倒して、まあ、敵いるから、え？これでショックウェブ飛んで、これで倒していくと、で、キエメシ上げて、アイテム回収して、で、アイテム重ね合わせて、グラップル持って、これで行くと、もうひたすらソロはダブルキーだ、これは。飛んでるな、向こう側で。飛んでんな、これ。敵近いな、これ。待てよ。これか。OK？OK、倒した。あとどこだっけ、敵。あれか。OK、倒した。さあ、残るは3人ですね。あ、あとはショックウェブとかね。あ、銃声してる。銃声してんな、これ。で、これ行きたいな。これ、クラパ使って。どこだ？あれか。え？あ、あと一発ある。あと一発ある。倒していく。オッケー。あと二人か。いや、このソロモードがマジでね、えぐいんだよな、これ。あ、そうするな、これ。これで行くと、素晴らしい。さあ、残りも一人っすね、これ。ソロモードマジで、とりあえずクラパとショックウェブ使ってひたすら、なんか銃声したところを突撃行くみたいな感じだからな、このモードは。だから、このリロードはね、ある意味、漁夫の練習になるかな。結構マップ狭いし、ソロだから、結構敵スポーンして、すぐでこの漁夫れるタイミングが来るから、まあ、この漁夫のタイミングマジでこのリロードで練習できる。さあ、もうアンチがね、まだこの広さでね、ラスト一人どっかいるからね、これ。やばいよね、もうアンチこのタイミングでもう誰もいないからな、ほとんど。あ、飛んだ？ん？なんかクラパの突進があった、今。え？え？どっか敵飛んだ、今。いるかな、これ。ほら、いる？あ、違うな。え、なんだ？え？いるわ、敵。危ね。セーフ。飛んでってもらって。当たるか、これ。もう一回飛んでくるかな、これ。飛んでこうかな。あ、マサルトが強いんだよね、この武器は。
ナイパン狙ってんじゃん、この人。オッケーってな感じで。武器構成もハンマーも強いし、またちょっと武器構成別で動画解説するんですけど、マジリロードソロはね、この銃声のため漁夫振ったりとか、まあ、対空の練習できるので、まあ、ぜひ皆さんこのリロードソロでね、対空、そして漁夫の練習してみてください。ということで、皆さんこの動画参考になったなと思ったら、高評価とチャンネル登録、クレートサポート、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、キル数の方が39キルということで、そしてしかもね、マキシマムオーバーシールドということで、体力を失うことなく、マッチに勝利したということで、いい感じに勝てましたね。はい。ということで、動画最後見ていただき、ありがとうございました。